米大リーグドジャースは2日、日本時間3日、本拠地ドジャースタジアムでチャリティーイベント、ブルーダイヤモンド柄を開催。大谷翔平投手も登場し、妻、麻美子さんとの2ショットも実現した。2人は左手薬指に指輪を揃ってつけており、麻美子夫人の指輪には、好感度高い、奥ゆか式などと確認したファンから注目が浴びせられている。 白シャツの上に黒のジャケットを着た大谷。その隣に立った妻、真美子さんも美しくドレスアップ。黒で揃えた2人の左手薬指には指輪が光っていた。マミコさんの指輪はホワイトのリングにダイヤがついているようだ。ネット上では指輪にも注目が集まった。2人の2ショットを拡大し、手元を確認する X 上のファンが続出。マミコさんのものもには ゴゴテテつけてないのが好感度高い、奥ゆかしき、大きさも程よくて、さりげなくて良い、真美子さんのつけているダイヤの指は素晴らしい、などと反響が集まっていた。このイベントは選手が夫人やガールフレンドと参加するのが恒例。2019年にドジャースに所属していた前田健太も、左帆夫人と共に出席していた。今年で8回目の開催。 収益金はドジャース財団を通じて社会貢献活動にや